こんにちはえっと今日はねちょっと趣を変えていわゆるね為替とか株価とかそういったところなんですがまあ正直ね僕そんなにあのやったこともないし実際にお金を入れてねやったこともないしでまあこういった為替とかの知識っていうのはそんなにないんですがそれでもねちょっと やばいこと起こってるんじゃないのっていう感じですねこれでまあこれがねえ今日のドル円ですねドル円の推移でまあ今ちょうど取ってるのが1時なのでまあ今後ねどう動くかというところなんですがまあこういうふうにねまあ今朝ドーンと落ちちゃってでまあこれがね、えー この5日間の、まあ、ドル円のチャートなんですが、まあ、今日に至ってドーンですねでまあ一気にね、まあ、いわゆる円高の方に触れてるわけですがこれとね、えー、日経日経平均の方ですねこちらがこちらの日経平均もねもういきなりドーンと落ちてるんですよねでは、まあ こちらが、ねえー、5日間のチャートですけれども、ま、今日最初開始からいきなりドーンと落ち込んでまだ、まあ、一般的にはこう落ち込んだら一回回数動きがあるみたいなんですけども、まあ、そういったものもないようで、うん、でね、えー、この下がまあ取引高みたいなので、まあ、ちょっと何らかの介入があったのか、まあ、ここで介入してるのがちょっと僕のね あのそれほど詳しくないのでわからないんですがまあ開始早々ある程度取引高があったもののドゴッと落ちててでえこれね空いてるのがちょうどお昼休憩挟んで午後からはドンとまあ入れてるみたいなんですけどもまあこれがねえどう動いていくのかまあ私自身もねまだ全然こういったところは。 あの勉強しだしたところなのでどういうふうに予測とかっていうのは全くないんですがまあこういうふうにね動いてたのがドーンそしてまあこれが日経平均のドーンでこちらがねドル円ですね円為替の方もドーンということでまあちょっと経済的にも大きな動きが出てきたのかなというところでございました。 ということでまた